お、やっぱイカかな、イカですかね。はい、行きましょう。アバインクリング対ユートメタナイト。まあ、アバさんはメタナイトもしっかり使い込んでいるので対策はバッチリというところかもしれないですが、クーちゃんもいきなり差し込んでいった。 DA 飛び越えて空中しろ、うまい、しっかり DA ダストシールド、ジャクジャクジャクと敵40ですね。うまい、下気を見えてる、上投げ空中上確定 90%。 あー、その場回避ちゃんと見えてる。まあそうですね、今のはその場回避するでしょっていうのが分かってましたね。おいしい、まだ 6% しか待ってない。なんかここまで見ると一方的ですか。でもね、打たないとといえば打たないから OK ですよね。フェイスマン、まあ本人使ってるから竜巻は分かってますよと。そうですね、あ、ミスしてしまった。大丈夫か、ジャンプ残ってた。ジャクジャクジャク、下スマッシュ暴れていった。わーだー、ローラーをへし折っていった。剣強いですね、やっぱ。速攻についたら全然 DA1 回引っ掛けて外に出してってだけど埋まってしまって、イーストップとも、うん、強い強いですね。イーストップも丸々、ジャクジャク、空中しろ空中しろ、痛いぞ。つかんで、これは空中になる DA、しっかりつなげていくが DA が今作はあの位置はコンボ入らないんです。待って、痛い。なんでシャトル取っていきましたが、ちょっと怪しい、やっぱり崖をどうする。 DA 強気、ジャクジャク、とりあえず出し切って救助しろ。おー、うまー、ジャンプ分かってる、飛びたいところにしっかりと、ライトの心理を知り尽くしている。いやー、ああいう対空をされてしまうと、あ、そうですね、あってなってやられた、スマブラ力って感じ。個人的には僕メタナイトインクリングって五分やと思ってるんですけど、はいはいはい、復帰阻止でねちゃんといけたら勝てる印象ではあるんですけれども、次はやっぱリンクリング側はだん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 煮詰まってきてるので、その辺どのように阻止するかですね。15番台の方です。こちらのフリー台の方をチーム、さあ泡団子さんがリーチ、ホットさんが日本を追いかけるお待ちですね。本作これどうなんですか、ステージ的に。まあとりあえず広いから、前よりかはそのやっぱり連携で倒すっていうわけでは、まあ、メタライトって正直撃墜っておまけ、あの連携の撃墜っておまけなんですよね。はいはい、うん、少なくともクーエレンは簡単にずらせるので、まあそうです、横変更はともかく、まあそうですね、野人口さんが言うとちょっと説得なくなるなんでもないですなんです、まあなんで、まあメタライトが台があって横に横スマとかで事故らされるっていうのもある、上投げ空中上で撃墜しにくいっていうのもあるから、フラムチ結構ありかなっていう感じはありますね。タイミングずらして下強で暴れてる、ステップちゃんと見えてますね、うまい、危ない、大丈夫、多分もうメタナイトが多分ないですね。あ、狙っていった、素晴らしい、起き上がり上がりを刈り取る。強気ですね。あ、待ってしまった、横スマッシュ溜めてたんですけど、多分横 B の方が間に合わないですね、溜まれなかった、単純に離すのが。いいえ、ドリル、あ、難しい、めくりましたね、えらい、あー強気、空中になる、うまい、ここで竜巻、あー、やばかった、あらら
的なあれなんですね。この辺のあの横 B、N、B で使って復帰タイミングずらすのが、はい、インクリンガーの復帰タク、うまいんですよね。一方メタナイトニュートラル B で、まあそう竜巻で属抜きを属を当てる。そう、そのまま上がってきたら空襲も空襲に取れていいんですけど、なるほど、うん、そのあたりここですね。はいはい、掴んで上投げ空中、上かな、今空中に取る見えたもん。撃墜したいですね。とりあえずスポッツ狙い合い、まだ大丈夫、ここは広いので。でこれですね。あーもったいない。そしてこの見えないダッシュ。あ、掴んでる。やってた。まさかに、さすがに。おー、ホラーが怖いぞ。内側回避したらもう怖い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 。なるほど、怖っ。あ、これうまい、うますぎる今の。もう、何のひねりもなく、とりあえずうまい、うまい、うまい。ジャスシールドから最大リターンを絶対に取る男、アバダンゴ。さすがですね、対策差を見せつけたというところもあるかもしれませんが、いやー、うまかった。これがプロ。これがプロ。